ークスのイメージアーティストに抜擢された歌手のクーナさん。話題沸騰の最中、各アークスシップを巡るライブツアーを開始しました。みんな、今日は来てくれてありがとう。全身全霊、魂込めて歌うからね。アンコールだっていつまでも。みんなも細かいことを忘れて心のままについてきて。明るく激しく鮮烈に、みんなで楽しんでいきましょう。いやー、やっぱクーナちゃんは可愛いな。かわいい。俺もあそこに行きたかったぜ。クーナちゃんに会いたかった。どうですか、ハドレットの足取りは。つかめていないですよね。顔を見ればわかります。気にしないでください。私も似たようなものですから。でも諦めはしません。あの裏切り者をこの手で始末するまでは、絶対に。私たちを、私を裏切り去っていったあいつは絶対に許さない。ハドレットがなぜ裏切ったのか、理由があったんじゃないかって。知りません。わかりませんよ。私はそこにいなかった。裏切り者は裏切り者なんです。ハドレットを裏切ったと、そう伝えられたから。結局、私はあいつのことなんて何も分かっていなかった。それだけのことなんですよ。ララ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 ラ。ん？え？あれ？え？もしかして私に話しかけてきてる？で、何にサインしてほしいの？はあ？サインが目的じゃない？じゃあなんでこの私に話しかけてきたのよ？泣く子も大喜び。話題沸騰のアイドルクーナとは。まさか知らないの？はあ、知ってるような知らないような的な反応は逆に傷つくからやめてよね。まあ、あなた以外は気づいてないし、私はしばらくお忍びで楽しみたいし、このことは内緒でよろしくね。その代わり、いつでも好きな時にサインを書いてあげる権利をプレゼント。一度だけね。
ララ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 ラ。あ、いや、これはなんというか、なんていうか、その違うんです。ハドレット、裏切り者が何をしに今さらダーカーから私を助けるなんて、恩でも売ったつもりですか、許しを請うつもりですか。でももう遅い、全て遅いんですよ。なぜ裏切ったんです、なぜ、なんであなたが。待ちなさい、ハドレット、ハドレット、逃げるな、私と戦え。緊急連絡、オメガの旧クエント城にて赤き邪竜の出現が確認された。急ぎ出撃し撃退に当たってほしい。やあ、こんにちは。無事に帰還したようで何より。いいよ、言いたいこと分かってるから、気を使う必要もない。お察しの通り、私は私、竜を追っているのは私だよ。休憩がてらに歌っていたらそれを見られてバレちゃうなんて。アイドル失格？隠密業失格？どっちでもいっか、私向いてないんだろうし、いろいろ言いたいことはあると思う。でも一つお願いがあるの。このことは内緒にしておいて、お願い。この通り。ありがとう。口約束でも約束は約束。なんだか少しほっとしたよ。正体を広めようとしても情報は広まらずに握りつぶされる。そして情報源が断たれてしまう。これは脅しじゃなくて本気で。だから黙っていてくれると約束してくれてありがとう。アイドルにはアイドルで、いろいろ裏の部分もあるってこと。アイドルの裏の姿を知ることができてラッキーとでも思っておけばいいのよ。ね、そうしなさい。ここからいなくなったりはしないから、これからもよろしくね。どうも、こんにちは。ん？またハドレットのこと？あなたはあいつのことをよく気にかけますね。あいつは裏切り者です。それ以上でもそれ以下でもありません。だから、もう話すことなんてないですよ。あいつにも過去はなく、ただ命令に従うだけだった。そう。私と同じように話があるとしたらこの程度です。何の参考にもなりません。逆にですか、私だったらどういう時に裏切るかってことですか。そうですね、とても従えないような命令が出た。裏切らなければ達成できない命令。あとは、あるいは、裏切れという命令が出た場合。
待ってくださいね。私に始末の命令を下した連中はハドレットが裏切ったと言いました。あの必死さから考えれば彼らの中では裏切ったという認識で違いないのでしょう。だとすると誰の命令？管理者である研究室を飛び越えて狂犬を震えるような相手は。推論だけではこれ以上の答えは見えてきませんね。でもあの時ダーカーと一緒に私を食わなかった理由が見つからない。ただ裏切っただけならば追撃者の私を見逃すことはないはず。ハドレット、何を考えているの？何があったの？あ、おかえり。大丈夫そうだね。よかった。最近いろんな場所に突然現れる大きな竜がいるって話を聞いたからちょっと心配だったんだ。どうやって現れるのかな。あ、空間を割って現れるの？そんなことできちゃうんだ。じゃあこのアークスシップ内にも現れることできちゃうよね。すごいな。でもそうなると不思議だね。どこにでも行けるのなら誰もいないところに行けば安全なのに。何かやりたいことがあるのかな。でもそれがなんだかわからない。考えすぎなのかな。え？私がアイドルをやってる理由？はあ、あのさ、あなた答え分かってて聞いてるでしょ。分かりきったことを聞く人って嫌われちゃうんだからね。気をつけた方がいいよ。それじゃあ答え合わせね。私はアイドルになれと命令を受けているからやってるの。幸いにも見てくれは良かったからね。アイドル相手ならって油断して情報も漏れてきたりするし。そこで重要情報を掴んだらもう一つの顔の出番ってわけ。あなたも気をつけてね。まずい。明らかに機密情報だったよね今の。なんでだろう。あなた相手だと喋りすぎちゃうな。あんまり人と話すことがなかったからかな。まあ黙っててくれれば問題ないよ。でもさ、最初はそんな感じでアイドルも命令だから演じてたけど、私の歌とかでみんなが笑ってくれるのはなんだか嬉しいんだよね。おやおや、生きてましたね。これでまたお話できますね。この前のダークファルスさんとの戦闘参加しましたか？あれは素晴らしかったですね。とってもとっても心が震えてリサやりすぎちゃいました。でもその後のアークスの対応はとってもとっても愉快で思わず笑ってしまいましたね。アイドルさんの講演でしたか？スケープゴート？プロパガンダ？どう呼ぶべきなのでしょうね。リサは久々に負けた気がしました。そのバカバカしさに大敗北です。その発想はなかったですよ。
都合の悪いことを全部覆い隠そうとしているのかもしれませんけど、無理ですね。少なくともリサは忘れません。あんなに楽しくて殺したくなった相手を忘れるのなんて無理ですよね。そうですよね、あなたもそうですよね。いましたね。私がこの場にいるのはそんなに不思議なことですか？冗談ですよ。私がここにいるということは、おのずと答えは一つでしょう。ダーカーが大量に現れる場所にハドレットは現れる。ならばきっとここにも。行きましょう。ここで始末をつけてみせます。おや、あなたは。六王金庫カスラ、どうしてここに？ご挨拶ですね、クーナさん。私もあなたと同じく任務の遂行中、ただそれだけのことですよ。しかしあなたが誰かと組んで動くなんて珍しいこともあるものですね。しかもそのお相手がこの人とは、何か運命的なものすら感じますよ。ああ、警戒は無用ですよ。私は職務上、彼女と顔を合わせることもあるだけです。それより、あなたたちもかの暴走竜を仕留めるためここに来たのでしょう。市街地中心部、スフィアアリーナの内部でそれらしきパラメータが確認されたそうです。なんでそんなところで。ええ、不思議ですよ。あそこは今かのアイドルさんのプロモーションの場として利用されているだけですしね。ダーカーが群れている場所ではなく、そんな場所に唐突に出現、正直意図が読めませんね。あの、もしかして。そうかもしれません。以前出現した時の行動を鑑みるならば、スフィアアリーナに歌を流しておけばしばらく足止めできるかも。歌ですか？なんとも詩的な話ですが、あなたの提案でもありますし。わかりました、そちらの都合は私がつけましょう。あなたたちは早急に現場へ。さあ、早く。恩に来ます、六号金庫カスラ。いえいえ、あなたには恩を売っておいた方が何かと楽ですからね。大丈夫です、歌が聞こえているうちはあいつは動きません。それともう一つ、当事者のお二人には伝えておきたいお話があります。謎の暴走竜が
どんどんと数を増し、かのハドレットが暴走したその原因について。結論から申し上げましょう。研究室には非常に非人道的な実験を行っていた痕跡がありました。最初は造竜を対象にしていたようですが、ろくに制御できず暴走してばかり。次第に実験の対象は制御の容易な人体となっていったようです。これだけでも有識ことですが、さらに実験は続き、人や造竜などの被験体に課される実験は過酷なものになっていった。その実験の被災についてはさすがに失われていましたが、大まかな情報だけで十分でしょう。しかし研究は進展しない。造竜は容易に暴走し、人は限界をなかなか超えることができない。そして一つの事故が起こります。人に行う予定だった新たな実験がカノ竜ハドレットを対象として行われたのです。結果は当然、ハドレットは元より持っていたその力を暴走させ、研究室を人に行う予定だった。私は知っている。いえ、聞いたことがある。覚えている。研究室の崩壊、ハドレットの暴走、非人道的な人体実験。そんなことはどうでもいい。ハドレットが、あいつが私を守るために己の身を捨てたということを。そうですか。では奮戦を期待していますよ。行きましょう。ハドレットが待っています。教えなさい。研究室で一体どんなことが行われようとしていたのか。始末屋として不適合者の私に次はどんな任務が課されようとしていたのか。そうじゃないわね。それだけじゃあんたは怒らない。だから答えなさい、ハドレット。私は何をされそうだったの？本当、あんたはどこまでも秘密主義で、身勝手で、バカな子。Thank you.
そうですね。逃がしたという表現の方が正しいでしょうけど、でも安心してください、取り逃がすつもりはありませんよ。始末屋が標的を取り逃がしたりしたら、またあいつに余計な心配をされてしまいますから。さあ、あなたは私のステージとか見たことあるんだよね。中継画像を見ただけ？もういいや、それでも。せっかくだし、感想とかそういうの聞かせてよ。あ、そう？うん、ありがとう。でもさ、正直な話をしてしまうと、私はアイドル的なことってあんまり好きじゃないんだ。感想まで聞いておいてごめんね。でもなんかこう褒められても実感がないというか、私じゃない誰かがそこにいる気がしてさ。みんなは誰を見ているんだろうって時々思うことがある。みんなが歓声を送っているあれは誰なんだって。でも歌は、歌だけは違うかな。声はどうあっても私の口から出てきてるものだから。うん、そう、歌だけはあいつも嬉しそうに聞いてくれたし、本当の私がどんな私だったのかもうわからないけど、歌は好きだったと思う。ハドレット、姿を見せなくてもいい。ただ少しだけ聞いて。あんたは本当に昔から身勝手で乱暴で向こう水でバカで言うこと聞かなくて、生意気で強情で底辺僕で僕年人で、だからやってしまったのでしょう。私のためにと考えて相談もせずに勝手にやったんでしょう。バカ、バーカ、ハドレットのバカ。誰が望んだそんなことを。誰がやってほしいって言った。私が一度でも音を上げたか、私が一度でも嫌と言ったか。勝手に解釈するんじゃない。たとえ死につながるような命令を受けても、私ならもっともーっとうまく立ち回れるんだよ、バカ。私はお姉ちゃんなんだぞ。何弟が出しゃばってるんだ。体がでかいからって調子に乗るな。結果アークスにもフォトナーにも追われるようになって、本当にあんたはバカ。終わりにするよ、ハドレット。裏切り者の始末は私の仕事。最後は私がきちんとあんたを始末してあげる。それが私の任務だからね。長々とお騒がせしました。次で全てを始末します。よろしくお願いします。
君を待っていたよ。何、用事があるのは私じゃない。私はただのメッセンジャーさ。先に行って準備をしておく。クーナという女の子から君宛ての伝言だ。エラ君も何か感じ取ったようで、いろいろと動き回っているようだし、私だけ蚊帳の外な感じさ。とはいえ、私はこの後起きることにもその原因にもさしたる興味はない。ただこれから起きることはおそらく君やクーナという子にとって辛いことなのだろう。いや、君はお人よしだから、きっと彼女にとっての大きな問題なんだろうな。あまり驚かないでほしいね。そのぐらいは考えなくても君の顔を見ていればわかる。だがそれでも乗り越えなければいけないと思ったから、彼女は奥に向かった。そして彼女を支えるために君も奥に向かう。ほら、やはり私の出る幕はない。知る必要も理由もない。むしろ失礼に当たるだろう。失礼、話が長くなってしまった。女性を待たせる方がもっと失礼に当たるね。君は早く奥に向かうといい。私はそうだな、多少なりとも知ってしまった者の責務として、君と彼女の無事でも祈ることにするかな。
先ほどの邪竜が活動を再開した模様だ。特定条件を満たしたアクスに向けて撃退作戦を展開したから、改めて撃退作戦に参加してほしい。ララ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 ラ。ハドレット、はい、そうですね、うん、わかる、わかります。声がなくても私にはわかります。思えば私たちは兄弟みたいに育ってきたのに、喧嘩なんてことはしませんでしたね。あなたが喋れないというのが理由の一つですけども、こういうのはなんですが、仲は良かったのだと思います。嬉しい時も悲しい時も一緒で、お互いに足りない部分を補い合って、ずっとずっと まあ私はあんたなしでもこの通りしっかりやれるから、何も心配しなくていいよ。だから終わりにしよう、ハドレット。お姉ちゃんが終わりにしてあげる。始末屋らしく、誰にも気づかれないよう穏やかに安らかに送ってあげるから。最後の最後はびっくりするくらい大暴れしてみせなさい。観客は私とこの人だけ。それでも明るく激しく鮮烈に。記録は始末され、どこにも残されない。裏に生きる私たちだからこそ、見てくれた人の記憶に残るように。それが偶像ってものよ。私が目指し、あんたが支えてきたものの全てよ。あんたはこのクーナの弟なんだから、記憶に残してみせなさい。始末しきれないほどの記憶を。あなたの力を貸してください。我が名は六望金庫ゼロのクーナ。これより目標を始末します。Emergency! Code! Deal!何を伝えたいの、ハドレット。もう一度、あなたを。
やっと覚えた言葉がそれなの。バカ、バカだよあんたは。本当に、本当に。ああ、ビートルさん、一曲と言わずいくらでも歌ってあげる。観客はあなた、それにハドレットの二人だけ。だけど、だけど、だからこそ。いい？ハドレット、きちんと聞いてなさい。出ちゃダメよ。この歌は、この歌だけはあなただけのために。ありがとう、聞こえていますか。私の歌が、私のかけらが、まぶた伏せればすぐに会えるのに。いつだって誰よりも近くにいれたのにね。大好き、届いていますか。私の声が、私の想いが、二度と触れないなんて、まるでそう。悪い夢、嘘みたいで動けない。またここから、
ハドレットの始末完了報告は問題なく受理されたよ。これにて一連の騒動はおしまい。一件落着ってところかな。私これから？変わらないよ、いつも通り。アイドルであることも続けるし、それだけじゃないこともね。でも課された役割をこなすだけじゃなくて、自分で考えて動こうと思ってる。まあまずは残されちゃった私たちの不始末かな。ハドレットの他の暴走竜、あの子たちも送ってあげないと、かわいそうだからね。あいつが私のために動いてくれたように、私も誰かのために。あなたには本当に何から何まで世話になって、なんとお礼を言っていいかわからないけど、改めて言わせてほしい。ありがとう、ハドレットを送ってくれて、本当にありがとう。この恩は忘れません。あなたが忘れても私は絶対に忘れません。だからまたいずれ次に会う時は、私があなたの力となれるように頑張る。よく来てくれた。今この自粛場で起こっている改変事象について話が。奥の分析によると、この辺りかな。聞こえているかな、シオン。ようやく僕もここまで理解できたよ。さすがにまだ君の姿を見るには至らないか。僕は君の理解者でありたいんだけど、君はまだそうでもないようだ。あまり君の機嫌を損ねたくもないからね。今日はこれで失礼するよ。どうだろうか、彼女は聞いていてくれたかな。君にも感謝しなければならないね。君のおかげで僕は彼女をここまで理解できたんだから。なぜ彼女がそんなことをするのか、それまではわからないが、一つになった時の楽しみにしよう。僕の名はルーサー。君たちに研究室と呼ばれているボイドの総長さ。それではまた会おう。彼に私の姿は見えていない。私の声すら届いてはいない。しかし彼は私を認識している。あれの存在こそが、私があなたに全てを託す理由だ。彼との因縁にケリをつけなければならない。しかし彼が歪んでしまったのも、また私が存在したからだ。原初の好機を私は後悔する。そしてあなたに依存しなければならないことも。
あれがルーサー、フォトナーの長。正しくフォトナーと呼べるのはもう彼だけでしょうから、まあ間違ってはいませんね。他のは全てフォトナーになりたいと願う研究者が背伸びしてそう言ってるだけに過ぎない。エルダーの封印解除に造竜の離反、目論みのズレが目立って苛立ったか、とうとう姿を見せてきましたね。しかし最初の接触相手があの人とはどういう因果なのでしょうね。そんなのどうでもいい。私は私とハドレッドの運命を狂わせた相手を撃つだけ。クーナさん、あの人が鍵です。分かっていますね。私は私のやり方で戦います。あなたと慣れ合うつもりはありませんよ。六望金庫、いえ三英雄カスラ、それよりあなたの方こそ分かっているんでしょうね。ええ、分かっていますよクーナさん。全てが終わったらこの首、この命、好きなように扱ってください。そういう契約ですからね。あなたにもそれだけのリスクを背負わせていますし、約束は守ります。気に入らない。全てを受け入れてるようなその顔、あなたの目的は何なんですか。今のところはあなたと同じですよ。従順なのはここまでです。ルーサー、貴様だけは。